新日本のわけポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本のわけポッドキャストの時間がやってまいりました。もう目の前でパチンってやらないで、レレシャマルコレ、やめてやめて、猫だましみたいだから、広瀬和夫プロデュース、いや、やめやめ、こしらまる子マスター新日本のわけという落語会を、不定期で政治ホールやっておりました。次回で最終回です。会場は変えて今後も継続していく予定ですけれども、その落語会の宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレレシャマルコ、そして立川こしらです。はい、すごいすごい、ひどい、今日はひどいもうダメだ、なんだ、今日の三遊亭満喫です。違う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 。広瀬さんが教えてくれた。プロデューサーがこちら。広瀬和夫です。よろしくお願いします。ね。もう成城ホールもこれで最後ですよ。最後ですね。ねえ、はい。まあ、今後僕は成城ホール出ることはないと思いますので。どうですか？ないですよね。ないです、ね。まあ、僕はもう仮にどんな企画でオファーが来ようとも、はい、成城ホールはちょっとごめんなさいと。なるほど。うん。ちょっとよその仕切りでは私成城ホール出れませんのでって。僕もそうです、ね。うん。2年ぐらいは言う。2年ぐらい。ほとぼりが冷めるたらちょうど指定管理が変わるかもしれない。そうそうそう。指定管理変わったらね。変わったらまた。1月17日が最後ってことですね。そうです、最終回ですよ。落語会は最後ですね。アクティオの仕切りの会はまあ3月いっぱいまで行くのではないでしょうか、ね、そうです、うん、まだ談笑会伝というのがありますから ね、 そうです、そうです、そこまではね、はい、4月に切り替えでしょうけれども、そうですね。もうあれ、まるちゃんは行ったことが満喫しようないか、アクティオの新年会ね、そんなのあるんですよ。まるちゃんある？あります、あります。成城ホールでやったやつ行きました。あ、そうそうそう、あれね、あれね、はいはい、あのステージ全部下ろしてさ、フラットな状態で、そう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 、椅子並べて、テーブル、長机置いて、うん、でちょっとした乾き物置いて、うん、そうなのよ。じゃあ南波さんもいたんだ。いましたね。南波さんのところじゃないですよ、各ホールのスタッフ全員集合して。いや、南波さんだけしか興味ない。じゃあしょうがない。じゃあしょうがないけど。他にも目向けましょう。いや、小島さんも。そう、いろんな人がいましたよね。全員集まってきて、照明やってるところの会社の、なるほど、社長がスピーチしたんですよ。一回。で、そのスピーチした時に、一応ほらね。指定管理がアクティオじゃないですか、はい、でそのスピーチの時に結構お酒も入ってたのかな、テレビを見てたら、アクティオさんの CM が本当に次から次へと流れて、こんなに大きな、ね、会社と、同じ仕事ができてるというのが何より嬉しいですみたいな、もうアクティオ、違うアクティオのこと言ってるのよ、ね、音の響きだけで言ってるテレビでやってたのあって、テレビでやってるアクティオはあれは機械の方のでしょっていう違うのよと、ドーム球場のあっちの方だからと思って、俺が違いますって入ってったの、違いますって言ったら、違うの、欲しいのよ、俺あれかと思ってさ、ちょっと反省の気持ちだそうよ。でアクティオの社長さんっていうのがすごい気さくな人で、若いのよね、まだ50代くらいかな。だから他の会社の社長さんって結構さ、もういい年だったりするじゃん、でいい年でいつまでもしがみついてたりするじゃん、他の会社おい頼むよ、フォロー入れてくれよ誰か。なんか考え込んじゃった。マリちゃん今のところ俺ボケだから、突っ込んでくれないと。いや、アクティオの社長いい人ですよ。いやいや、そっちじゃねえ、そっちじゃねえ、全然聞いてねえよ。お前何やってんだお前は。仕事だぞ。ちゃんと。もう全然パートナーに指名したくないからだよ。お前らしてんじゃねえよお前は。何してたんですか今。シャーペンを分解してたんですか。おいおい、俺じゃねえ。俺じゃねえ。シャーペンじゃねえ。ボールペンだよ。頭の中で、ね。ボールペンね。頭の中でお餅焼いてました。バカ野郎。マルコちゃん。マルコ餅ね。じゃあしょうがない。焼きミスってさ、うんね、マルコ餅って字が焼きにすると全部潰れちゃって、うん、もうなんだか分かんなくなっちゃって、うん、今焼きに作り直してるんですよ。ね、
焼いてたんじゃないの、お前焼いてたんじゃないの、本当に本当なんですよ、実はね、大変なんです、大変ですよ、大変なんです、マルちゃん、そういうところで多分、何、あのみんなが期待してたトークに進んでないのよ、ああマルちゃんは自分の喋りたい話をしてるだけで、新日本の揚げポッドキャスト、はいどうも皆様こんにちは、ちょっと待って、お前デブだろ、はい、お前デブだろ、はい、知ってますよ、それぼーっとしてたろ、はい、ぼーっとしてた時に餅を焼いてるっていう話になったろ、うん、食っててくれよ、そうなの、そうなの、こっちお前食ってるとダメなんだよ、ごめんごめん、デブなんだから言うけど、お前分かってねえのか、お前少なくとも俺はその夜勤が出てきた時に、夜勤で失敗しちゃったやつを食べてる、そういう話とかに来ると思ってたから、そっちで多少準備してるわけよ、あんな、そしたらなんか夜勤を作り直すみたいな、お自分の話だよ、ね、急に宣伝に持ってこようとする、そのね、これですよ、この思考回路、すみません、なんていうのそのお前ちょっと兄弟子なんだからフォローしろよ、お前ポッドキャスト素人だろそこまで言い切らなくていいでしょ、ハンコ餅はじゃあ1月の17日に間に合わないですか、間に合わないですね、うん、意味わかんない、いや2人で決め上げたよ、意味わかんない、すいません、あれだけ盛り上げといてさ、本当だよ、だって投げる投げるって言ったじゃない、でしょ、いや潰れる夜勤でいいなら持ってきますよ、いいならとかではなくさ、うん、そこはあなたの管理下に置かれてるものよ、うん、納期を守らないと、そうだ、うん、プロはね、さんがさ、こしらんさんは新書投げるって決まりなんだから、言ってねえし、新書投げちゃうの新書も多少プレゼントぐらいなら何ですかできるけど、角を尖らせて、でも餅巻くんじゃなかったんですか巻きます、巻きます、あの暫定的なやつね、うんうん、暫定的な暫定、潰れてるってこと、潰れてる、そう、字潰れてますけど、それ巻きます、いやいや、そこはね、はい、結構どうでもいいとこだったりするわけよ、マジですか、うん、その夜勤がどうこうっていうのは、うん、それはあの巻く寸前にお客さんに笑い話として提供すればいいところで、あるいはこっちが見てこれ分かんねえじゃんこれってひとしきりやってんで、ごめんなさい潰れちゃったんですみたいな、でも要は巻くっていうことが大事なわけだよ、夜勤じゃないじゃんそこは、そうだ、今ここで失敗したものを巻くって予告しちゃったのもどうかと思いますね、ひとしきり直して新日本の揚げポッドキャスト、直さねえよこんなもの、鏡餅みたいな腹しやがって、腹じゃない、シルエットが鏡餅になってるからさちょっと頭のところがね、みかんだちょっとめでたくていいじゃねえかよ、本当おめでたいですね、うん、一年中ね、本当にバフンじゃん、だって山口でしょ、近いもんね、みかん取れるところとね、うん、近いですよ、愛媛が向かいですから ね、じゃあちょうどいいわ、ちょうどいいですか芝浜ラジオ出た、我々出た時に、南波さんが出てきたのってあれは偶然なんですか、それともいや、あえてです、ああやっぱりね、それはだから全然台本もらうまで聞いてなかったから、うん、台本見てびっくりして、カシメが中継する場所ってこれってなんか見たことあるなと思って、はい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 、なんて書いてないしね、うん、港区立郷土歴史館、郷土歴史館、はい、であれこれ知ってるぞと思って、うん、で気がつきましたマルコさん、台本気がつきましたよ、あ怪しい、気がつきました、もちろん当たり前じゃないですか人気者だなマルちゃんは人気もともとね、あの北沢の館長でしたよね、うん、そうですよ、北沢の館長、北沢タウンホールが指定管理ね、うん、アクティオじゃなくなったんで、うん、じゃあその就職先をということで、うん、アクティオが管理してる、そうそうそう、ね、歴史館、お前太ってんだろ、太ってますよ、お前太ってんだろ、太ってますよ、今もう一回チャンスもらったんじゃねえのかよ気がつきましたマルコさん、はい、あごめんなさい、今餅食ってましたみたいな流れじゃないの今のは、ね、まあ、あれマキスよね、うん、あれ司会だからうまいのあのな並ぶとできないのそこに今大チャンスじゃないの、リンガーナの調子でやったのですか、うん、好きだねあんたやらせんの本当に意外とリンガーナの調子でって言っても、うん、そリンガーナとしての、うん、なんだろうな単語がそんなに出てこない、あなるほど、ね、入場シーンしかやんないからこの人意外と、はいどうもぐらいはいどうも言わないあそうですか、なんていうんですか青コーナー、そうこれこれ、ナバーユーキー、でもこれだけなの、これだけなの、でも確かに強いね、これこれはよくやるやつ、ね、それはうまいけどさ、それはね、霊霊者一門のね、お家芸だから、そう、でもすごい、うん、うん、だけどやっぱあれは歴史資料館は気がつきましたよね、ああね、そうそうそう、あれはねあの前から、うん、あのうちの弟子を中継に出すっていうところで。うん
もうあそこは行けるなと思うし。ちなみに他のところはどこ行ってるんですか？他のところは、まあちょっとこれ内部的な話になっちゃうよ、うん、ポッドキャストだからいいかもしれないけど、はいはい、あの番組やってるとさ、はい、営業要請っていうのがあるの、はい、うん、ああなるほどね。今その文化放送にこういう営業案件があります、はい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 、ここを取り上げてくれたらいくらスポンサーでお金払いますとかっていうのがいっぱいあったりするわけ。なるほど、ね、でそういう時にこの取り上げるっていうのが、うん、要は担当者の人にスタジオまで来てもらうってなると手間がかかったりするわけ、向こうから来ても。で、こっちから行って、うん、じゃあそこで話を聞いて収録するっていうのも手だし、あとは生放送の中で中継スタッフが行ってそこでやり取りするっていうのがあって、まあ、中継スタッフがいてやり取りするっていうのが一番こう小回りが利くじゃん、はい、だからそのなんだろうな、芝浜ラジオの中でお金を取ってくる場合に中継ができる、力があるっていうのを見せとくと、その営業案件がこっちに来る可能性があるわけ。はあ、うわすごいね。他の曜日はほらラジオ慣れてないから、その中継の意味はあんまり分かってないし、あとやりたいことをやるっていうふうになってるかもしれないけど、俺はもう慣れてるから、でちょっとでもほら芝浜ラジオの予算になればさ、みんなやりやすくなるじゃん。だからわざわざその中継のコーナーを作って、いつ営業から要請が来てもいいようにこう余裕を持たせてたわけよ。なるほど。でその中で、あの普段は街に出て、なんか何人気調査みたいな、もうパーソナリティの顔をね、顔写真出して、はい、道行く人に どの人が好みですかみたいな、よくあるじゃん、はいはいはい、そういうどうでもいいことやらせて、で、あのカシメっていうのは中継できんだねっていうふうに局の人が思えば、それで中継の案件が来て、まあ何件かそういうのを やってたから、あ、じゃあこれで、その何、ね、好きなものをいけると、そこも行けるし、南波さんのところも行けんなと思って。なるほどね。いや、カシメ君本当ちゃんとやってましたよね。そう。うまいですよね。うん。大事だもん。あれ教えたんですか？俺の弟子だからね。なんかうまくね、こういろんなとこ拾ってきて、で時間内にまとめてやってましたけど。全然破綻なかったよ。ね、でもあの後すげえダメ出ししたけどね。なんで？家庭をつって。ああ、確かにね。まああれじゃん、お前ガチガチじゃんよ。ただ情報並べただけだろうと。なんで笑いを挟まねえんだよ。うーん、営業案件じゃないんだから、多少行き過ぎちゃってもいいんだから、そこは。それはやっぱ僕らに見えない線があるわけですから、ね、あるあるある。僕らは分かんないもんね、分かんないよ、だって特にまるちゃんなんかさ、今頭の中で餅食べてる瞬間だから分かんないと思うけど、まるちゃん餅食ってんのか今ね、赤い方食べてます。紅白で用意してんだ、しまった。赤い方です、ね、もう食べてんのかっていうまで言っちゃったらダメなんだよね、この話。マルちゃん何ボッとしてんだよ、いや餅食ってたって言わせないといけないのね。いい、どういう反省、もういいよ。段階を間違えてしまったんだよな。僕はもうね、南波さんがだから新入社員の頃から知ってるんで、南波さんこの入ってきましたね。最初だから僕はその南波さんが新入社員のところから手をつけてたってことですか？手はつけてた。空でもないし、今も昔もないです。悪いプロデューサー。いやいや、余計なこと言わない。でもプロデューサーと女性新入社員なんてのはいいし。ねえ、これいいよね。それで言ったら、あの上司がいるじゃないですか。あ、上司ね。上司はでもさすがに、いやでもやっぱプロデューサーの方がね、強権を発動しそうな感じがいいんですよ。でも上司はもう舐めるが精一杯でしょ。バカ野郎、何の話してたことやろうってこと言ってるんですか。今想像したじゃないですか。俺ひどかった今。いや、それはまずいね。ドラムね、もう高齢で働きすぎてたまに肺炎こじらせてる人ですよ、ね、おいバカ野郎。聞いてる。フォローしなさいよ、そういう時に。乗っかっちゃダメですよ。何考えてたんだおめえは。あの鏡餅を割ってかき揚げにしようかな。やっぱり自由にやった方がいい。自由にやりましょうもんね。そうだね、うん、北沢タウンホールと成城ホールでね、そうそう、2会場でやりましたね。僕の場合はだからその、まず小白一之助の前に、月刊談笑っていうのがあって、はいはいはい、談笑さんの、プログラムを僕が決めて、トークもやるという落語会がまずあって、そして、成城ホールでじゃあ今度、小白一之助をやりましょうかとね、だから成城ホールって言うと、まあ、まずあの小白一之助がありの、そしてそれが新日本の和芸行ったというね、はい、懐かしいですね。小白さんもね、あの、どうですか小白一之助を振り返ってみて。いや
でもね、あの後半1年でしたよね、あれ1年だもん、ええ、後半になればなるほど一之輔の入りがギリギリになってきてたなっていうだって一番忙しいですよ、そう、うん、ああ売れるってこういうことなんだと思って、だからあの最中に小白一之輔がやった、ある最中に抜擢が決まったんですね、そうですよ、うん、で一緒に真打ちになっちゃうぜとかって最初言ってたのが、うん、本当になっていく、そう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 、恐ろしい展開だって本当に小白さんね、一緒に真打ちになっちゃうぜって二人とも二つ目で始まった回だから、うん、そしたらその途中で一之輔抜擢が決まって、うん、それ自体落語協会としてはね異例のことですよ、うん、しかも小三治師匠がね、うん、それまで真打ちをね、しばらく作らないで、うん、急に一人ドンとこう抜擢して、しかも動画で、今度このものを抜擢しますからって発信したんですよ。ほらもう衝撃が走りましたよ、ね、でそれでじゃあ一緒じゃなくなるんだなと思っていたら、しばらくしたら小白さんもね、うん、俺も決めて ね、 ううね、素晴らしい、やっぱり言ったらやらないと、さすが有言実行だね、うん、そう、うん、そんなさ、うん、どこぞのデブみたいに、うん、もちろんできないかもしれないんですし、こ、うん、んな言い方して言わないよ俺は。いやいや、でもね、ちゃんと年次で普通にその他大勢と一緒に、その他大勢と一緒になりましたよ、新日本の和芸の途中にね、十杯人柄げ、十杯人柄げって言うなよ、なりました、ね、何を抜擢も何もない、何もなかったですよ、何もなかったよ、と、うん、才能が光らない感じでね、うん、やってましたけど、抜擢しようって話あったら潰されたんだよだってあいつが嫌いだって、え、誰が嫌い、いや、これ以上広げると大変なことあ、本当ですか、ね、そういう話があったんですか、じゃあチラッとでもマルちゃんを抜擢しようという内部的な動きが、 NHK の対象を取った NHK を取った2013年の次の理事会で、マルコちょっと偉そうな言い方になってるよ、これだって、ね、注目するところ、ね、一番キモい顔してるところだから、はい、そしたら当時の会長さんが俺あいつのこと嫌いだって言った当時の会長、もう和風師匠じゃないですね、ね、はい、この話はおしまいです、誰を抜擢した会長ですか、一之輔ありますあ、でさっき、小三治師匠が悪いプロデューサーだよ、プロデューサーもこういう時に目がキラキラ光るからねあ、ごめんなさい、今なかったことでお願いします、なかったですね、編集して、ほらなんか救急車とか本当だ、編集するの俺だから使えないからね、いや大丈夫ですよ、使えますよ一番最長じゃないんでしょ、だけどなんで小三治師匠に嫌われたかだよ大丈夫言わないで、しかも言わないで、一問なのにね、一問でしょ、言わないでください、5代目噂、あくまで噂、だって理事会にいたわけじゃないんだから噂で聞いただけなんで、誰がその噂が踏んだりとかしたんだ、誰がそんな噂を踏んだかもしれない、理事会にいた誰かがあんたに言ったってことですねねえ、漏らした人がいるわけですよ、一問でもいますよ、ね、もうやめてください理事会もうやめてください、もうやめてください、あんたが振り出してるそこは、いや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 、ね、一問にいる理事なのかそうじゃない理事なのか、それは、うん、それは林家ですか。古今亭ですか。言えません。なんかイエスノーでこうノーって言うと赤い針がウィウィウィって動くみたいな、そんな検査でしょそれは。仮想研の女全部イエスで答えてください。これは言っちゃいけないやつだね。曲はいけない。曲はいけない。曲はいけないね。やばい、頭の中ですぐ流れちゃう、流れるいつも流れるんですよ、ね、榊真理子さん見てるとね、そうなっちゃうんだよね、佳境に差し掛かると必ず曲が流れるんですよそうですよ、ね、あでもまあ抜擢のねチャンスもひょっとしたらあったかもしれない、まるちゃんね、だからこの、新日本の和芸が始まった時は小白さんだけが真打ちで、うん、はい、そして、満喫師匠がまだキツツキと名乗って2つ目、売れっ子2つ目、ね、売れっ子でしたね、そしてまる子さんはただのまる子さんそうです、うん、ことだったんですよね、それが、うん、満喫師匠ね、いやただのまる子じゃない、うん、小三治に嫌われたマルコ、やめろ、そこ大事、それ言うな、うん、言うな、それ言うな、もう違いますよ、小三治師匠に嫌われた師匠つければいいって話じゃないすげえ笑ってますね、すげえ嬉しそうに笑ってますねだって噂ですから、噂ですから、あくまで噂ですから、その噂を誰が流すんだろう本当だね、いやだけどその噂も、うん、まるちゃんが言わなければ誰も知らなかった噂なのよ、それでさ自分で言っといてやめろやめろはさもう押してくれってことだよ、それもうどう考えても、そうだよ、いやいやいや、おでんで言ったら顔にくっつけるって言う、そうだよ
もう熱いのあの口になってるからこれはつけなきゃダメだっていう。いや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 、ね、目で合図を送ってたじゃん、いやいやねえ、あの小三治会長辞めるってよってね、うん、あの市長に聞いた極秘情報をツイートしたら、うん、いきなりリツイートが100ぐらい始まってね、うん、あの総会で睨まれましたからね。それより前ですよね、嫌われたのでも、ああそうそうですね、すで、うん、に嫌われてたってことだ。いやだね、マルちゃんね、その辺のコンプライアンス的なものがねガバガバなの。ガバコン、ガバコン、ガバコンだよ、ガバコンってなんだ、ね、ガバだね。ガバ、そのガバじゃないです、マルちゃんガバ、そのガバじゃない、そのガバじゃない、ガバガバだね。それはお稼ぎですねのガバだからね。懐にガバッと入るポーズをつけてね。そうそう、いや、そうなのか、嫌われたのか。おー、だからどこまで出せばいいのかとか、うん、いや人が発信してきちゃったものに関してはさ、うん、はい、どう乗っかるかだけれども、うん、自分からやったものに関してさ、うん、ごめん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 みたいな、自分で言って自分でもうやめてもうやめてみたいな。そうなんです、すげえ怒られるんですから。お前自分で腹見せといてさ、やめて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 、これはダメだよ、おざりガニに挟ませろ挟ませろ。大体この新日本の上げポッドキャストをですね、やってた中で、はい、唯一ボツになった回があるじゃないですか、はい、あれだって、はい、マルコさんが大丈夫なネタだって言うからやった方がいい。怒ってる、怒ってるよ、ボツになったでしょ。怒ってる、すいませんでした。ボツになったでしょ、はい、ある落語家カップルの話。すいませんでした、落語家夫婦の話、はいはい、ね、大丈夫大丈夫って言うから、大丈夫って言ってたんですよ、言ってたんですよ、直前になって、やっぱりちょっと師匠がどうのこうのとか言うと、いやそれ分かりきってることじゃないですか。だってねえ、ボツになったことがあるんですよ。あれって小白さんがいない時、いない時ですね、うん、そうですね、はい、うん、そうなんだな、うん、貴重な一回をね、本当に申し訳ありません。いやいや、僕いたら、いややめましょうって言いますもん、うんうん、ちょっとそれ不安定だからやめましょう、絶対大丈夫って言うからね。まあ、これ以上言うとなんですけど、同期だから。今度なんか小三治マルコのこと嫌いだってよ。ハッシュタグ。やめてください。やめて、トレンド入りとかしたら大変なんでやめてください。そこまでマルコにインパクトがない。ああ。あら。あら。あれ？一番傷つけること。マジで。お前ら誰の真似してる。俺の真似かよとして。言っちゃってくれ。そんな与太郎より大きい口開けて喋んないから。誰なんだよ。全然ダメだ。してないと。もう閉めろこれもう。成城ホールの思いを語ろう。全然関係ないこと言っちゃった。全然関係ない。マルコの思い出のじゃん。ひどいな。抜擢されなかったのか。でも抜擢か、無理でしょ。おい、そんなこと言われるんですよ。この回でね、プロデュースしてくれてるんですから、ね、満喫師匠はちょっと抜擢だったんですか、あれは。抜擢とかではないです、僕は普通ですね。でも、うん、早かったですよね。早い、タイミング的には若干早めでしたけど、うんうん、でも抜擢ではない、まあ、そのたまたまね、年数で見るとそう他のところをね大勢抜いたように見えるけれども、円楽一門会の中では、うん、中では抜いてないんですか。抜いてないです。ああ、はい、そこまでイレギュラーな形ではなかった。なるほど。ポッドキャストではね、66人来て煽りましたけどね。うん、そう、幹部はあの推薦してくださったんで、はい、だからまあ、あの通常ルートですよね。うん、なるほど。この広瀬さん、隣に言うとすごい分かるんだけど、人が誰かを傷つけるじゃん、うん、そしたらそれよりも傷つけたいっていう気持ちがバンバン溢れ出るんですよ、この感じが。そんなことすごい、だから俺の方がもっと傷つけたいと思うんですよ、なんかね。それがね、すぐ伝わってくる。俺の方が勝てるみたいな、ね、そう、俺の方がもっと傷つける、これ以上の武器持ってるよ俺は。もっと傷つけたいみたいな。しかもその上で、うん、一番最初に傷つけるの俺じゃねえからみたいな、うん、そうそうそう、あくまでも乗っかっただけだからみたいな。そう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 、だっていいんでしょみたいな、うん、あなたが言ったからだよみたいな。そうだよ、悪いんだよ。ベッドの上でも S なのかなこれ。ちょっと気になるところでね。気になりますよ、うん、相当佐渡だよだって。
もっと俺の方がもっといけるというさ。さあ、そんなド S プロデューサーがプロデュースする落語会、ド M の3人が出ておりますけれども、見たくなるからそれ新日本の上げ落語会 in 成城ホール、この成城ホールでやる会は今回が最終回になります。最終回です。1月の17日木曜日、19時開演、前売りが2500円、当日が2800円でございます、アンダー25割引、オーバー65割引、障害者手帳割引がございます。証明書の提示で成城ホールの窓口で1000円引きでお買い求めいただけます、はい、お問い合わせは東京0334821313、成城ホールまでよろしくお願いいたします。この成城ホールで8年近くやってまいりましたが、はい、ね、まあ、締めくくりの意味で広瀬さんから一言いただければと。これ締めくくりになるんですか、これ。この次じゃないの締めくくり。まあね、来週ですよね、だからね、17日ですよね、1月17日ね、いや本当成城ホールで僕はね、ずいぶんいろんな会を やらせていただいたんですけどね、まあ、これで終わることになるとね、思いませんでした。今回あの鳥居が満喫師匠ですね、そうですね、なので真っ当な落語は消えますから、ぜひ本当そう、もうリングアナに最後やってもらいたくないもんこれからすると、ぜひ楽しんでね、で来ていただくと、あの芝浜ラジオで有名な難波さんもいますんで、会場内一番有名な人だったの、難波さんもいますから、会場内どこかにいます、客席には幅さんもいます、おなじみのメンバー、もうサブキャラじゃないよね、もうこれね、メインだよね、みんなキョロキョロ、だって芝浜ラジオでさえ言ってたじゃん、びっくりだよなっていう、とにかく幅さんと難波さんを見つければ、この会場来た価値があるっていうね、ドラゴンボールで言うとベジータのクラスだね、もうね、ヒントとしては2人とも左利きです、いやいや分かんないよ、分かんない、見るからに左利きが入るよ、書き初めとかみたいなやらせるんだよね、そうするとね、そうだよ、なんか書かせなきゃいけないんだよ、しかも1人スタッフ側の人に新日本の上げポッドキャスト、また来週よろしく。